南陽の演術討伐に敗れて流浪していた玄徳は呂布に迎えられ勝敗の城を与えられた激怒した演術は大軍を勝敗城へ差し向けたが呂布はまたもや奇策を用いて仲裁したが呂布を許せぬ張飛の怒りが爆発し玄徳三兄弟は再び領土を失って落ちていくこととなった。 己の野望に生きるため、ある時は結び、ある時は裏切り戦うのが乱世に生きる英雄たちだった。ここに帝を頂き上昇の位を得て、着々と国家統一への道を歩みつつあったのが曹操孟徳だった。呂布に勝敗を追われた玄徳たちはその曹操に迎えられていた。 玄徳殿と初めて会うてから随分となるな。はい、英戦の公金討伐の折戦場にてお目にかかりました。その頃からお主たちの豪傑ぶりは有名であった。関その方真偽に熱い武将の中の武将と聞いておるぞ。恐れ入ります。それに張飛の暴れん坊ぶりは天下一ともな。いやこれはどうも。 <笑>照るところがまた可愛いの。玄徳殿は良いお弟に恵まれ羨ましいことだ。ありがたいお言葉をいただいた上、過分のおもてなし、玄徳心からお礼申し上げます。私も以前呂布に城を奪われ流浪の苦しみは知っている。ところで玄徳殿、はい、私を頼って来られたのも 何かの縁、お主を予習の大使として迎えたいのだが。え、予習を私に？驚くことはない。今天下は誠の英雄を望んでいる。すでに兵三千と兵糧一万石も用意してある。しかし助手と予習は隣同士ではありませんか。そいつはありがてえ。助手へ攻め入って 今度こそ呂布の野郎。いや、それは困る。今は呂布と和睦してほしい。そんな殺生な。意義はあろうだが、いずれ呂布は倒さねばならぬ男。ここは私に任せてほしい。わかりました、仰せのままに。固い話は終わりだ。さあ今宵はゆるりと過ごしてくだされ。 兄者、呂布は呂布と演術との中間にある土地、詰まるところ我らは双方の監視役では。呂布の狸野郎を許せとは何考えてんだ。曹操の旦那は。曹操殿は南陽の大敵長州を自ら征伐するつもりだ。なるほど。留守中に呂布が襲ってくるのを警戒しているわけですね。 いっそのことドーンと一発で片付けた方がいいのにな。曹操殿は人の使い方は巧妙だ。それなりに考えがあるのだろう。翌年呂布に兵頭将軍の称号を送って沈黙させた曹操は自ら15万の大軍を率い長州の守る南陽の炎上を攻めた。だが長州の罠にかかり曹操は敗れて巨匠へ引き上げた。 その頃、呂布のもとへ演術からの使者が訪れていた。演術の使者としての赴き語られい。恐れながら申し上げます。今天下朝のごとくに乱れ、漢帝国400年にしてその機運も衰えるばかり。この度我が主人演術天の命に応え玉璽を奏じて皇帝の位につくことに決意あそばされました。黙れ。演術は自ら皇帝につくだと。 その玉璽も皇統の孫策から奪い取ったものであろう。わしを手なずけて巨匠へ攻め入り天下を奪う魂胆だろう。逆賊め、陳宮こいつの首を切れ。殿、しばらくこの男を巨匠へ差し出せば曹操殿へのお礼にもなるかと。将軍の位をいただいた礼か。よし、陳と
こやつを土産に曹操殿への使者に立て。はっ。かくして演術の使者官員は陳頭の式で巨匠へ護送され、曹操の指図で首をはねられた。曹操は陳頭を首席へ招き、その労をねぎらっていた。我が主呂布将軍は平等将軍の称号を受けたことをこの上なく喜ばれ、くれぐれもお礼を申し上げよとの言葉にございました。それはよかった。ところで徐州の陳慶殿と申せば天下に名のある家柄、その親子が呂布に心なく仕えているとは思えぬが。ご検察のほど恐れ入ります。我ら親子は徐州の人間でございます。徐州を守り通すためにはやむを得ぬことと。さもあろうな。今は天下混乱の時、一人倒せばまた一人現れる。手を組む時は組み、倒す時は倒す。それをやらねば自滅するのみ。その通りと存じます。ふん。陳頭殿、今後私に力を貸してくれぬか。それがしはもともと徐州の家臣、呂布将軍には恩はございません。官員を巨匠へ送り、曹操に首を切らせた呂布の決断は南陽の演術を激怒させた。翌年の夏、七軍に分けられた演術軍20万は怒涛のように徐州へなだれ込んだ。徐州の前衛基地をことごとく突破し、徐州城へと迫っていた。勝利を確信した演術は自ら軍勢を率い南陽を出発した。勝敗の城も陥落寸前です。演術が徐州へ乗り込み次第、全軍結集して総攻撃をかけてくるでしょう。20万か。何か良い策はないか。将軍、このような事態を招いた責任は陳頭にあります。ん？陳頭が？将軍はあの陳親子を信用なされておりますが、この非常時に館にこもって出資もしておりません。また陳頭が巨匠へ使者に参った時、早々に媚びを売り高陵の大衆に推薦されたとのこと。徐州の名門だと思うから目をかけてやっていたが、早々にこびるとは許せん。この際陳親子の首を切って演術殿に差し出せば怒りも解け、兵を引き上げると思われます。確かに。よし、陳親子を捕らえてこい。は。陳慶と知っての狼藉か。黙れ。呂布将軍のご命令で命しとる。父上、心配いらん、参ろう。陳慶、陳頭、この非常時に日和見を決め込むとは何事だ。徐州の非常時であればこそせがれと策を練っていたのでござる。黙れ。返答次第ではお前たち親子の首を切り、演術殿の怒りを鎮めることになるぞ。何がおかしい。こんな老いぼれの首がそれほどの価値がありますかな。合意をもってなる呂布将軍が思ったより臆病なのがおかしいって笑い申したまで。何？俺が臆病者だと？ならばこの程度のことで何をおたおたなさる。この程度だと？20万の大軍がここに攻めてくるのだぞ。20万と申しても右往の衆に過ぎません。見なされ、指揮を取る武将ども、山賊、追いはぎ、こそ泥、早々に追われて演術に着いた腰抜けばかり。そんな右往の衆を恐れる将軍を臆病者と言ったまででござる。そこまで言うなら陳慶殿、
何か良い知恵があるのでしょうな。もちろん。演日の武将どもは利益によってどうとでも動く。うまく言いくるめて反乱を起こさせることです。うん、一つの策だが。将軍、この任務は陳親子へ命じられるがよいかと。よし、敵が反乱を起こすようにお前たちが仕組むのだ。失敗した時はその首をもらうことになるぞ。わかり申してござる。父上、危ないところで首を切られるところでしたな。まだ死ねぬわ。さて演日だが。3万の親衛隊と猛将どもが警護しているそうです。奇襲しかないの。玄徳殿の力を借りねばなるわい。早速余州へ使者を使わします。うん、ちんとわしらの策が失敗すれば今度は本当に力に首をはねられるぞ。心してかかれ。はい父上。兄者、陳慶殿の使者が返事を待っています。うん、陳慶殿は敵の内部を切り崩すつもりらしい。同時に奇襲をかけて炎術を倒し、一挙に炎術軍を全滅させたい考えだ。兄者、もし徐州が落ちれば炎術は南陽を攻めた報復のために必ずここへ攻めてきます。うん、なんとか援軍を出したいが、ここを留守にもできぬ。兄者、俺に500の兵を貸してくれ。炎術の首なんぞ一発で落としてやら。いや、お前はダメだ。呂布の首まで落としかねないからな。その方がさっぱりしていいじゃんか。呂布がいるからこそ徐州は持ちこたえているんだ。兄者、これはわしに。あっつる、横から口出すなよ。俺が言い出したんだぜ。待て、ここは関羽に行ってもらう。はっ、直ちに助手へ立ちます。チェ、汚ねえの。炎術軍は助手各地を占領し、助手城へと迫っていた。助手城の命はまさに風前の灯火であった。さらに炎術自らが率いる精鋭部隊接近の知らせがもたらされた。助手へやった使者はまだ戻りません。玄徳殿の援軍は間に合わないかもしれません。そうか、どれ、炎術が来る前に出かけるとするか。父上、どちらへ。知れたこと、炎術軍をかき回しに行くのよ。お供します。バカな、お前たちが来れば戦になる。しかし敵陣に入るのに一人では。何の何の、相棒一匹おればいい。相棒一匹。こんばんは、ご苦労さん。変なやつ。誰だ。なんだジジイか。ここは炎術軍第六軍の陣地だぞ。どこへ行く気だ。ここへ来る気じゃった。何。わしは徐州の陳慶というものじゃが、関西将軍に会わせてもらいたい。良い情報を持ってきたとな。ふん、上州の情報だと。わしが上州の陳慶でございます。わしが関仙でござる。ご孔明は噂で聞いておるが、呂布に信用ある陳慶殿がなぜ敵であるわしを尋ねられたのかな。ほう、今夜の月はなんと美しい。誰かの別荘でござろうか。見事な庭で。外でお話しするのも風流でござろうな。の結構でござる。関仙将軍、わしは呂布の家臣ではござらん。おお、徐州は関帝国の土地ゆえ、わしも関帝国の家臣ということになる。炎術殿はこの度皇帝を名乗られたが、世間は許しはせぬ。うん、
帝に忠義な諸侯はまだまだ天下におる。貴公もかっては漢帝国に仕え立派な手柄を立てられた御仁でござろう。それは陳慶殿わしに何を。年寄りの愚痴よ。感染将軍のような人物の滅びていく姿を見るに忍びなくての。何、わしが滅びるですと。偽物の皇帝の運命は決まっておる。諸侯が結集して炎術を倒す。そうなれば感染将軍は逆賊となろう。陳慶殿、わしに何をしろと。炎術から離れなされ。炎術を裏切れと。いや、逆賊炎術を滅ぼすのじゃ。それでこそ将軍の大義も立つ。わしとて炎術に未練があるわけではないが。感染将軍は第七軍の楊邦将軍と親しいと聞いておるが。兄弟同然でござる。よろしい、共に事を起こすべく説得してみよう。首尾をお待ち申しております。父上、ご無事で。玄徳殿の動きは。いまだに。父上、炎術軍の本隊が徐州郊外に到着しました。来たか炎術。あとは感染将軍の反乱にかけるしか道はない。両不明、袋の中のネズミになって青くなっておろう。陳の力を思い知らせてやるか。キレイ、今夜総攻撃をかけろ。は、殿。失礼を。陛下、全軍に指令いたします。今夜あたり敵の総攻撃があると思わねばなりますまい。陳慶の話だと感染将軍が反乱を起こすのは総攻撃前だ。それを合図に打って出るぞ。はあ、しかし陳慶の謀略は成功するでしょう。陳旧、その時はその時、籠城するまでよ。第六軍が裏切ったぞ。第五軍を叩き潰せ。突っ込め。続け、狙うは炎術の首だ。感染将軍の率いる第六軍の反乱は第七軍の楊邦将軍をも降伏させ、炎術軍の前線を大混乱に陥れた。炎術軍の総攻撃は挫折し、打って出た呂布軍は炎術軍本陣めがけ怒涛の勢いで迫っていた。どうしたんだこの騒ぎは。申し上げます、第六軍の感染将軍、第七軍の楊邦将軍が共に裏切りましてございます。何、裏切りだと。呂布の軍勢がこちらへ迫っております。寄せるな、呂布の首を取れ。はっ。炎術、勝負立ててこい。呂布、今日こそ首を取ってやる。きれい、邪魔だ。急げ、包帯だ。待て、炎術。両不明、本陣まで一気に来るとは。敵か味方か。何者だ。こちらは南洋将軍の一行。我は劉備玄徳に仕える関羽雲長なり。義によって炎術を打つ。おお、関羽だ。引け。待て、その首もらい受ける。殿をお守りしろ。逃がしたか。
いやー、関羽将軍、よく来てくだされた。演術を打てなかったのは残念だが、おかげで助手は救われた。さあ、城で祝杯をあげ申そう。お断り申す。ん？わしも長飛と一緒でな、お主が好きにはなれぬ。すりゃ！父上、大成功ですね。いや、本当の戦いはこれからじゃ。呂布を葬るまではの、この助手玄徳殿以外には渡さぬ。助手の危機は陳慶親子の謀略によって避けることができた。敗れた演術は関羽の孤高を危うく逃れて南陽へ引き上げた。だが呂布を倒し玄徳を助手に迎えようとする陳慶親子の真の戦いはまさにこれからであった。